ミルトンチャンネルです。今日はダイソー、セリア、キャンドゥの車中泊で使える新製品をたくさん見つけたので比較検証してみました。そのお気に入りの商品がこちら。今回はコスパが高い上にコンパクトにスタッキングできる商品をたくさん見つけられたのでかなりテンション上がりました。久しぶりに百均巡りをしました。どのお店もアウトドアコーナーが充実しており、画期的な新製品であふれかえっていました。今回はダイソー、セリア、キャンドゥの中から私が気に入った2020年夏の新製品をお伝えしていきます。まず一つ目、ダイソーのステンレス茶碗200円です。こちらはサイズが約 14.7 センチ、大きさ的には一般的な茶碗よりは少し大きめの茶碗で、小さめの丼といったような印象です。こちらの構想としては二重構造で触っても熱くないような仕組みになっていて、熱い料理にも冷たい料理にも使えるのが魅力ですね。実はこちらは小さめの茶碗の方も売っていて、小さめの茶碗のサイズは 11.2 センチ。これはシリーズものになっているようで、ステンレスの小皿も発売されています。こちらのサイズは約 13.5 センチ、そして小さい方の小皿は約 9 センチ。重さを測ってみると 76g、 かなり軽いです。ミニ茶碗の方は約 48g、小皿は少し重めです、約 41g。 こちらの少し大きめのステンレス小皿は約 89g。 こちらのシリーズはステンレス製なので食事で使った後もウェットティッシュ等で軽く拭くだけで綺麗にできるのも魅力的です。またご覧のように重ねて入れることができるので、この点もかなり魅力的です。まあ、このようにして入れてあげれば場所を取ることもなく収納可能です。このように重ねて入れても車の振動でこの食器が割れることがありません。これだけの食器が入っているのでかなりコンパクトにまとめることができます。このステンレスオワンの容量も測ってみました。おそらく使用感的には食べ物をこのぐらいまでしか入れないと思うので、この水が何ミリリットル入っているかチェックしてみます。約350ミリリットル。インスタントラーメンを入れるにはちょっと厳しい量ですが、鍋を取り分けたりそういったことには十分使える茶碗だと思います。念のため熱々のお湯を注いで本当に熱くならないかチェックしてみます。お湯の温度が約70度ぐらいなんですけども、横は 27.6 度しかないので、このように持ってみても断熱されているのが分かります。全然熱くないです。これ一式揃えても200円、200円、100円、100円ですので、トータル600円で済みます。見栄えも可愛いしコスパも高いです。このステンレス食器、個人的にはこのようにスタッキングできるのがとても気に入りました。続いてダイソーで見つけたのがこちら、 IH 対応のフライパンです。私これ見つけた時めちゃくちゃ感動しました。私普段車中泊するときはこちらのニトリのフライパンを使ってるんですけども、これこのように脱着式で取り外しができて収納もコンパクトにできるんですごくいいんですけれども、ダイソーの IH 対応のフライパン500円というお値段の安さですね。サイズ的にも若干ニトリの方が大きいかなっていう感じではあるんですけども、フライパンを横に並べて高さを比べてみました。フライパンとしてはもう十分な深さがあって、簡単な鍋ですとかそういったものだったらダイソーの IH 対応フライパンでも問題なくできると思います。でこちらのダイソーのフライパンがいいなと思った理由がもう一つあって、このフライパン軽いんですね。こちらのニトリと比べてもだいぶ軽いので、ちょっと重さを測ってみたいと思います。はい、ではまずニトリの方から重さを測ってみます。フライパンの取っ手はつけたままで重量を測ります。ニトリのフライパンの重さは 568g。 ダイソーの方を測ってみます。 426g。 ダイソーの方が 140g ぐらい軽いです。これまでこのニトリのフライパンを使っていたんですけども、一点だけちょっと嫌だなと思っていたのが、このフライパン自体が結構重たいんですね。狭い車内でこのフライパンを移動したりするときに、フライパン自体が重いとストレスを感じてしまいます。
このダイソーのフライパンはわずか 140g ではありますけども、このニトリのフライパンより軽いので、そういった意味でもポイントが高いです。このダイソーのフライパンは本体がアルミニウムになっていて、フッ素樹脂加工がされています。なので焦げ付き等もないですし、軽くてとてもいいです。そしてこれは IH にもガスコンロにも対応しています。サイズは 36.5cm×20.4cm×8.5cm、 車中泊で使うにはコンパクトでいいです。ダイソーのフライパン1点だけデメリットがあるとすると、折りたためないこと。このニトリのフライパンはこのようにして取っ手の取り外しが可能なので、すごくコンパクトにまとめることができます。このダイソーのフライパンの取っ手が工夫で折りたためるようにならないかチェックしてみました。このフライパン、ここがネジで止まっているだけの仕組みになっています。このネジを外して折りたためる方式に改造できないか接続部分を確認してみます。このネジはプラスドライバーで回すだけで簡単に外れます。あ、いけましたね。お、いいですね。まあここにちょっと突起がありますけれども、それを除いてはほぼ取っ手の取れるフライパンと同じような形状にすることができます。この取り付いていた仕組みはとても簡単で、この金具というか、これを横からこのように取り付けて、この取っ手をネジでこのように留めているだけというような仕組みになっていますね。なのでこのネジを超ネジに変えれば、そのまま車内で使えるんじゃないかなと思いますので、ちょっとこれを超ネジに交換してみたいと思います。こちらはネジ自体が M5 の 5mm のビスで留められているだけですので、こちらの M5 の 30mm の超ネジと交換してみたいと思います。問題なく留めることができました。これだったら超ネジでいい感じに固定できてしまいます。フライ返しのような料理をしても全く問題なく使えそうです。横から見てしまうとこのように超ネジで止まってますので、ちょっと武骨には見えますが、上から撮影している分には分かりませんので、結構気に入りました。分解もとても簡単で、ここの金具を押さえながら回すだけですぐに外れます。これでしたらこのように中に入れて保管をしてしまえば、このニトリの取っ手の取れるフライパンよりもコンパクトになります。実はニトリのこのフライパンはこのように浮いてしまいます。ダイソーのフライパンはこのように中にすべてすっぽり入ってくれています。これはいいですね。この超ネジでの固定コンパクトになるので、このまま使っても全く問題ないのですが、調理後にフライパンの取っ手を外してフライパンをお皿代わりに料理を食べたい私には、ネジを外すのは若干ストレスです。私は取っ手のみをニトリのものを使い、フライパンと分けて使用することにしました。こちらのニトリの取っ手はダイソーのフライパンもがっちり固定してくれますんで、使いやすそうです。ダイソーの500円のフライパンとニトリの1000円のフライパンを取っ手を外した状態でそれぞれ重さを比べてみました。ニトリのフライパンは 355g、 続いてダイソーの方 262g。 やはりダイソーの方がこちらのニトリに比べて 100g ぐらい軽いですので、使い勝手がいいですね。重さと価格だけを比べるとダイソーに軍配が上がる感じです。こちらのダイソーのアルミのフライパンなんですけれども、この部分にステンレスが仕込まれているようで、ここで IH が加熱されてこのフライパンを調理できるようになっているようです。このダイソーのフライパンはちょっと工夫するだけで折りたためるようにもなりますので、個人的には結構気に入りました。ちなみにこのダイソーのフライパン、折りたためるようにはなったんですが、先日蓋を発見してしまいました。それがこちら、500円でガラスで中身が確認できるシリコンの蓋ですね。裏面を確認すると内径が16センチのもの、18センチのもの、20センチのもの、3サイズ展開で使えるようです。そして蒸気穴もついているので、これは料理に非常に使いやすそうですね。こちらの商品はシリコン製なので、食洗機ですとかレンジ、オーブン、直火、熱湯は使えないようになっているようです。材質は持ち手がシリコンゴム、持ち手の芯の部分がポリエチレンテレフタラートとなっていますので、ペットボトルと同じ素材が使われているようです。本体の方は強化ガラスが使われていて、ネジ受けがステンレス鋼になっています。この紙の取り方なんですけども、一旦この部分を押さえながらこの蓋を回して紙を取る必要があるような感じですね。
そしてもう一度ネジを締め直すような感じになっています。おそらくこの部分がポリエチレンテレフタラートペットボトルと同じ素材になっているようです。フライパンと合わせてみたいと思います。ちょうどこのフライパンが20センチですのでぴったりサイズですね。横もこのぐらいはみ出るぐらいなのでちょうどいいんではないでしょうか。やっぱり車内で調理をする際にあんまり開け閉めをするとそれだけ蒸気が車内に逃げますので、そういった回数を減らす意味でも強化ガラスで中身が見えるような状態で調理をするのは楽ですね。そして収納する際はこの取っ手が邪魔ですので、やはり裏返してしまう方が多いと思うんですけども、このような感じでコンパクトになります。もちろん取っ手の方も一緒にしまうことができますので、かなりいいですね。これはこのフライパン一式で1000円ぴったりですので、かなりコスパが高いと思います。正直びっくりしました。このフライパン、このようにコンパクトで薄くなるんですけども、このように収納した状態でも厚さが6センチありませんので、かなりコンパクトで使いやすくなると思います。続いてダイソーで購入したのがこちら、シェラカップ100円です。このシェラカップステンレス製で、なんとこのように折りたたみまでできてしまいます。横から見ていただくとこのような感じ、ぴったりサイズで折り曲げられるようになっています。でこのようにセットをしたら、この金具で固定するような感じですね。そうするとこの部分が縮まなくなるので、この金具が外れたりぐらついたりすることはなくなるようになっています。これすごいですね。これで100円はだいぶ安いと思いますね。このようにこの金具のところで折り曲げるようになってるんですけども、これもいいですね。コンパクトになりますし、もう一ついいのが素材がこのようにステンレスでできておりまして、お皿ですとかカップとして使えるようになっています。ここに直火オーブン、オーブントースターでは使用しないようにしてくださいと記載があります。中を詳しく見てみたんですけれども、このように直火は禁止をされているんですけども、 IH で使ってはいけませんよというふうな記載はありません。直火というのはおそらくガスですとか焚き火ですとか炭、そういったことを指すと思いますので、このシェラカップステンレス製ですので、もしかしたら IH でも使えるかもしれないので、ダイソーの折りたたみができるシェラカップで IH でお湯が沸かせるか試してみたいと思います。こちらは私がいつも車中泊で使っているヤマゼンの YEL-S100、 高さが6センチありません。その上横幅が22センチ、縦が27センチなので、とてもコンパクトなので車中泊に使用するのに気に入って使っています。はい、では電源を入れてお湯を沸かしてみたいと思います。問題なくお湯が沸かせてるみたいですね。だんだん気泡というか沸いている感じがあります。はい、問題なくお湯沸きました。これで100円でお湯も沸かせる小鍋になってしまうというのは相当コスパが高いです。 IH とこのシェラカップを使ってお湯を沸かす利点なんですけれども、シェラカップ普通に直火にかけてしまうとこのようなところはもう熱くて持てなくなるんですけども、このように商品タグをつけたままでも全く熱くないので、この柄が熱くならないというのがすごく気に入って使っています。100円でシェラカップでお湯が沸かせるというのはかなり画期的です。はい、では私がいつも使っているシェラカップと比べてみたいと思います。こちらは Amazon で購入したキャプテンスタックのシェラカップ、だいたい1000円ぐらいでした。で、こちらはキャンドゥで購入した500円のシェラカップ。もう両方とも結構使っているので、IH でしか使ったことはないんですけども、少しこのようにくすんできています。そしてこちらがダイソーの100円シェラカップ。こちらは 100ミリ、200ミリ と2つの目盛りの刻印しかないのですが、大まかな目分量は測ることができます。これに対し、キャンドゥの500円シェラカップは、刻印が50、90、100、150、180、200、250とかなり細かく刻印がされていて、そういった意味ではキャンドゥのシェラカップの方がいいような感じはあります。キャプテンスタックも同じように50、90、100、150、180、200、250と細かく刻印がされています。そしてこのダイソーのシェラカップがきちんとスタッキングできるかちょっと試してみたいと思います。あ、ぴったりですね。めちゃくちゃいい感じです。そして絵がちょっと長いのがネックではあるんですけれども、この絵はこのように折りたためてしまうので、そういった意味ではいいですね。で、この折りたたんだ絵が逆にこの向きだと入るのかっていうのを試してみます。持ち手の部分が若干引っかかっていて、あとこの金具の部分も引っかかってしまうので、これはちょっとスタッキングできないですね。
ダイソーのこのシェラカップはもしスタッキングをしたければ一番下にこのように入れる必要がありますね。これを広げたままの状態で保管をしようとするとこれだけの長さの違いがありますので割と邪魔かもしれません。なのでもし私が使うとすればこのような感じで折りたたんでスタッキングしたいと思います。3つのシェラカップを重ねた後の底面のぐらつきもチェックしてみました。この部分なんですけれども特にぐらつくということもないですので、まあ、このまま保管しても大丈夫じゃないかなと思います。上から見るとダイソーのシェラカップは置いてないような感じで見えます。ちなみにこの折りたたむ部分の折りたたみ方なんですけれどもこのように両側からこの金具を潰してここを通してこのようにするだけですね。めちゃくちゃ簡単です。これめちゃめちゃいいですね。だいぶ気に入りました。続いてダイソーで購入したのがこちら折りたたみスプーンです。こちらもお値段100円。こちらの販売元はエコー金属、シェラカップ等を作っている有名なメーカーです。材質はステンレススチール製。開封して折りたたんでみたいと思います。折りたたみスプーン、この金具の部分をここまでまず下げます。そしてあとはもうこのように折り曲げるだけですね。これだけで折りたたんだり広げたりすることができるようになっています。そして食べてる間にこれがずれたりしないようにこのようにストッパーをかけてあげるとこのように折りたためない感じになります。折りたたむ際はこれを後ろに下げてこのように折りたたむだけですね。ステンレススチール製なので衛生的にも使いやすいですね。実はこのスプーンプラスチック製のスプーンとフォークも出ていましてこちらも折りたたみが可能になっています。折りたたみ方は先ほどと全く同じなんですけれどもこのように使えるようになっています。そしてこの折りたたみスプーンステンレス製もプラスチック製も含めて実はなんとこのシェラカップに全部入ってしまいます。ここにダイソーのシェラカップリッドで蓋をします。蓋が閉まる状態にできます。これは相当嬉しい機能ですね。しかも先ほど購入したこのダイソーの折りたたみができるシェラカップと合わせて使えばここまでコンパクトにスタッキングできてしまいます。これは相当いいですね。ここに先ほどのキャンドゥとキャプテンスタックのカップを重ねてセリアのシェラカップバンドで固定してみました。シェラカップ3つ、スプーン2本、フォーク1本、蓋を組み合わせてもここまでコンパクトに収納できます。個人的にはかなりテンションの上がるスタッキングです。続いてダイソーで購入したのがこちらのシェラカップ用リッド2個パックですね。こちらはシェラカップにかぶせて小物や食材を収納できるような形になっています。こちらも発売元はエコー金属。実際にシェラカップに取り付けてみます。実はこのシェラカップリッドこの上がこのように切り欠きができていてこのようにバッチリ綺麗に挟まるようになっています。揺らしたりですとか逆さにしてもこのように落ちてきません。これ車内冷蔵庫等を持っていらっしゃる方にはもうこのままこのシェラカップリッドを車載冷蔵庫の中で保管することも可能です。このシェラカップリッドを一旦取り付けてしまえば重ねておいても全く問題ありません。これはキャンプや車中泊だけでなく普段の家庭でもそのままこのように使えてしまうのでこれは相当便利ですね。そしてこれを外してこのまま IH にかけて加熱をしてしまえばそのまま加熱調理ができますのでシェラカップが食材の保存容器にも変わってしまいます。これ2つで100円ですのでこれもかなりお買い得だと思います。ただ1点だけこのシェラカップリッドの弱点に気づいてしまいました。それはこの折りたたみができるダイソーのシェラカップには取り付けることができません。この部分を加工して少しカッターナイフ等で切ってあげれば取り付けられるんですけれどもそこだけはちょっと面倒くさいかなという感じですね。折り曲げると普通に使えますね。蓋をしたシェラカップに重ねると多少ぐらつきますが加工しなくても使うことができました。このカップと蓋は密着度が高くぴったりフィットしているので多少の車の揺れ等では中の食材が漏れる可能性は少ないと思います。またこれだけこう蓋が密着してますので食品の匂いが漏れるということもこう少ないと思います。続いてキャンドゥで購入したシェラカップリッド&ディッシュです。
これはお皿としても使える上にシェラカップの蓋としても使える便利なグッズになっています。こちらも発売元はエコー金属さんですね。ステンレススチール製で 12.3cm×1.4cm、 これもお値段100円です。そしてシェラカップに合わせる用のこの切り欠きがきちんと備え付けられています。実際のシェラカップに合わせてみます。こちらはキャンドゥの500円のシェラカップです。ご覧のようにぴったりですね。いい感じです。この蓋の上部が1センチほどへこんでいるので小皿として使うことができます。これも相当便利ですね。これを使えばお皿を1枚分減らすことができます。ちなみにこの折りたたみフォークやスプーンがこの中に入るかっていうのを試してみたいと思います。で、2つ目、あ、これがギリギリかもしれないな。あ、これは若干浮いちゃってますね。このセリアで購入した Go エクスプローリングのゴムで留めてしまえばこのように収納可能です。横を見ていただいても隙間がある感じはほとんどないので、サイズ的には2つまでは入れることができます。そしてもしどうしても入れたかったらここに入れちゃうという手もあるかもしれないですね。まあ、ちょっと落ちやすいですけど、このような感じでも使えなくはないですね。ちなみにダイソーの折りたたみができるシェラカップの方には当然ここの切り欠きが引っかかって邪魔になりますので、これは折りたたまないとスタッキングできないですね。しかし折りたたんでしまえばこのようにしまえますので、これもかなりいいですね。小皿と兼用になったシェラカップリッドのもっと有効な使い方を思いつきました。一番下にダイソーのシェラカップをセットして、この上にスプーンとフォークが入ったシェラカップをセットします。そしてこの上に小皿と兼用になったシェラカップリッドをかぶせます。でこの上にスプーンを乗せ閉めてしまえば、まあ若干浮いてはいますけど、スプーンとプラスチックのスプーンとフォーク3本まではこれで収納可能ですね。プラスチックの折りたたみスプーンのせいで若干浮いてはいますけれども、このようにスタッキングができました。まとまったものをすべて広げてみました。これだけのものが一つにまとまりますので、そういった意味ではかなり魅力的な商品ですね。はい、続いてキャンドゥで購入したのがこちら、ステンレス折りたたみ手つき鍋16センチ。こちらも発売元はエコー金属さんです。こちらのステンレス折りたたみ鍋16センチは220円なんですが、満水容量が 1.25 リットルですので、ギリギリ2人分のインスタントラーメンやカップラーメンが作れるぐらいの容量になっています。重さを測ってみたいと思います。 149g、 軽くていい感じですね。こちらは大きさが直径約17センチ、深さが約7センチ。この鍋の取っ手は映像のように自由に折りたたみが可能なのでコンパクトに収納できます。こちらステンレスで直火専用になってるんですけども、こちらは天ぷらの揚げ物にも使えるぐらいの感じですね。油温を200度以上に上げなければこの鍋で天ぷらもできちゃうようですね。ステンレス製なので IH でも使えるかもしれないんで、とりあえず試してみます。キャンドゥのステンレス鍋に水を張って IH で加熱してみます。ちょっと一点不安に思ってるのが、ここの真ん中の部分がへこんでいるので、もしかしたら沸きづらいかもしれないなとちょっと不安に思っているんですけども、とりあえず試してみます。問題なくお湯が沸きました。持ち手の部分も全く熱くならず、素手で持っても問題ありません。またこのキャンドゥの鍋は、先ほどスタッキングしたダイソーの茶碗やお皿と合体させることによってジャストサイズで入れることができるようになります。横から見ていただくとこんな感じ。このために設計されてるとしか思えないぐらいのぴったりさ加減で入ります。これだけのものが一気に入りますので、これも場所を取らないで収納できるのでかなり気に入りました。ちなみに私がいつもフラット床の下で収納に使っているこの箱にもぴったり入ってくれます。 IH クッキングヒーターを横に入れてもぴったりサイズです。はい、続いてダイソーで購入したバーベキュー用鉄板 20cm×14.5cm のもの、こちらはお値段が330円です。こちらもマークがアウトドアアイテムズとなっていますので、おそらくエコー金属さんですね。こちらはバーベキュー用の鉄板なので当然直火では使えるのですが、材質がスチールとなっています。
おそらく IH も問題なく使えると思いますので、使ってみたいと思います。このように鉄板が包装紙で包まれています。実際にサイズを測ってみます。上の部分が20センチ、下の火の当たる部分は約17センチになっています。横方向は 14.5 センチなんですけれども、火の当たる部分は約 11.5 センチ。そこそこ重たいので重さも測ってみます。345g。結構重たいですね。これはご覧のように横の部分に切り欠きがついておりまして、ダイソーのクッカークリップといったようなもので、この横の部分で挟んで持ち上げるような感じになっています。またこのクッカークリップなんですけれども、クリップを反転させて使うとミニトングとして使えるようになっています。このクリップが一つあれば狭い車内での調理中に熱いものをとっさにつかめますので、こういった意味でも便利です。 IH にバーベキュー鉄板を乗せて加熱してみます。私の IH 調理器は鍋の直径が約20センチまで使えるようになっていますので、こちらの鉄板もギリギリ使えます。あらかじめ洗剤で洗った鉄板に油を引いてから焼き、シーズニングしてみます。このように問題なくから焼きできています。実は鉄板なのでちょっと使えるかどうか不安だったんですけれども、やっぱり問題なく使えますね。これも車中泊向きの調理器具だと思います。シーズニングは煙が出なくなるまで加熱し、冷ませば完了です。これで330円ならとてもコンパクトなので、私個人的にはかなり気に入りました。これはこのミニトングを使ってこのように移動させて、ランチョンマットですとかコースターの上に乗せて使えば、このまま食器としても使えますので、これもかなり使い勝手がいい調理器具になると思います。先ほど広がっていた食器たちもすべてこの箱一つに収まってしまいます。こちらの箱は縦30、横40、高さ7センチですので、かなりコンパクトにまとまっています。そして鉄板、これもかさばらないのでとてもいいです。この中にはスプーンですとかフォークがすべて入っています。横から見るとこんな感じ。この下には小皿含め、鍋と大きめの茶碗、そして小さめの茶碗、小皿、大半が100円ショップのものなんですが、めちゃくちゃコンパクトになります。収納された食器や調理器具を広げてみました。ほぼ100均のアイテムですが、2人から3人分の食器がすべて収納されていますので、収容能力はかなり高いと思います。続いて見つけたのがこちら、ダイソーで購入したウォールポケットです。こちらのウォールポケット、本来は壁掛けに使うものですが、横34センチ、縦56センチと車のシートに合わせるとぴったりです。こちらの商品はビニールと布でこのようにコーティングされたような素材を使っていて、とても丈夫なのが特徴です。ご覧のように数字で小分けされているので、例えば1番には鍵を入れたりですとか、2番にはモバイルバッテリー、3番には乾電池ですとか、このように分けていくことによって物を素早く見つけることもできるようになります。実はこれまでこの車のシートバッグにいろんなものを試してきました。その中でも一番気に入っていたのがこちら、セリアのシートバッグ。このバッグはティッシュ入れがついていたり、小物入れもメッシュで中身が見えるので非常に良かったのですが、ご覧のようにドリンクホルダーの部分がもろく、このドリンクホルダーの部分がこのように使っているうちに破れてきてしまって、気に入ってはいるんですけど、ちょっとこれはみっともないんで取り替えたいと思います。ドリンクの重さで使っているうちに少しずつ破れてきていたようです。これをダイソーのウォールポケットと交換していきます。このウォールポケットは最初から紐がついているので、ヘッドレストの台座に巻きつけるだけで簡単に固定することができます。いい感じです。このように上から見ると少し中が見えるのもいいですね。どこに何が入ってるのかすぐにわかります。このウォールポケットは結構頑丈な作りなので破れることはないと思いますが、経過観察してみます。はい、続いて購入したのがこちら、ダイソーのレジャーマットです。こちらの商品は500円。このようにポーチ付きでキャンプ用のコットに乗せて使うこともできるようです。サイズは 185cm×57cm、 折りたたんだサイズが 57cm×13cm になっています。私は色はブラックのものを購入しました。こちらの材質はポリエチレンでできていて、ポーチは PEVA 樹脂というもので作られているそうです。マットの表面はこのような形で丸いくぼみと丸い突起があるようになっていて、これで体全体の体重を分散させるような感じになっているようです。このマットの大体の厚さは
約11ミリ。このマットはとにかく軽いという印象があります。重さを測ってみます。約 160g、 かなり軽いですね。実際にレジャーマットを広げてみます。車に乗せてみてもかなりコンパクトなので、これは取り回しがすごく良さそうです。私の車はちょうど一番向こうまでで195センチですので、この185センチのレジャーマットはぴったりサイズです。実際に寝てみます。身長172センチ、中肉中背が寝てみるとこんな感じ。ちょっと若干この幅が狭いかなっていう感じはしなくもないんですけれども、寝心地は全然いい感じです。もっと背中が痛いと思っていたんですけども、これだったら朝まで眠れそうです。私が普段使っているこのセルタンのマットレスと比べると、さすがにこのダイソーのレジャーマットは若干寝心地が落ちる感じはあるんですけれども、このコンパクトさなので、これはこれですごくいいですね。これで500円だったら買いだと思います。また私は釣りもやりますので、このダイソーのレジャーマットは釣りですとか、そういったアウトドアスポーツをやる際に活躍してくれそうなアイテムだと感じました。ここからは番外編で、昨年紹介したセリアの100円網戸の隙間の塞ぎ方をご紹介します。実はこのセリアの網戸、説明書通りに取り付けると若干隙間ができてしまい、虫の侵入の可能性があるので、簡単に塞ぐ方法がないかずっと考えていました。網戸を装着したら、この段階でこのストッパーを使って紐で固定してしまいます。今網戸をつけた状態なんですが、上の方はこのようにきっちり網戸が塞がっているんですけども、ここをちょっと下からご覧いただくと分かるんですけど、このようにほんの少し隙間が空いてしまうんですね。セリアの網戸は安くてとてもいいんですけど、ここのところに隙間がどうしても空いてしまうのが難点です。この隙間のデメリットを解消するために、同じくセリアで買ったマグネットバーを使って固定していきます。固定は非常に簡単で、このように少し引っ張りながら止めてあげると、これで隙間がなくなります。このようにしていただくと、ぴったり隙間なく窓を塞ぐことができますので、もしこの隙間が気になるという方は、このマグネットバーを併用していただくとよろしいかと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。